岡田さんの陶芸は今も桃山時代ですよね、寿司を、はい、が何て言うかを見て挑戦してるっていう感じなんですけど、はいはい、あの時代というか、多分もう一回イギリスの話行くと、それってエリザベス1世ですよね。イギリスだとシェイクスピアです、はあ、まさしく、うん、一方日本では秀吉と利休と、あとはまあ長次郎や光悦や、そういった人たちが お茶、今は日本のその茶室やその原点を作り始めてるんじゃないですか。もう今考えるとすごい時代だったんですよね、うん、500年後にあれに勝てたいという気持ちってすごいと思うんです、はい、そうですね。桃山時代っていうのは一番その、まあ、ヨーロッパでもその今言われたように面白いシェイクスピアの時代、非常に面白い時代ですね、はい、うん、日本でもその信長から始まってずっとそのほとんど50年ぐらいの短い時間なんですね、はい、だけどその間に利休も出てきたし、はい、その今のその長次郎も織部も、うん、何もみんな出てきたわけですね、はいはいはい、で本当にその短い時間なんですけども、型破りな自由な精神がもう本当にみなぎってた時代ですね、はい、本当に短い時代だけど、うん、その中に面白いものが次々と出てきた、人物もなかなかスケールの大きな人たちが出てきた。だからそれは織部とかその、まあ、長次郎も光悦もそうですけど、うん、もうそれから後の時代 その例えば、仁清とかですね、何とか剣山とか何とかっていうのがありますけど、うん、高取とか何とかって、はい、そんなものとはもう比べ物にならないんですね、はい、それから後の時代っていうのはもう本当に何ていうのかな、ただおとなしいその和の精神とかいうようなものがですね、うん、和の精神と称するものがなんかあるだけなんだけど、うん、それはとても志野の迫力なんかに及びもつかないですね、はい、羽衣とかなんとかあんな茶碗に及びもつかない、はい、だからやっぱりその時代精神っていうのが私はすごく大事だと思うんですけども、うん、それはブラームスでもなんでもやっぱりブラームスも出てきた時にあれだけその音楽が集中してできたわけで、はい、やっぱりそれは時代精神の賜物だと思うんですが、だから焼き物にしてもああいうふうなものが次々と生まれてきたっていうのはそういう時代精神なんだと思うんですがね、まあだからその時代っていうものはやっぱり大きなその時代の流れっていうか時代精神っていうものがないと今いくら頑張ってもなかなか難しいかなっていう気はしますけども、しかしそれでもやっぱりあの時代にのものにやっぱり迫りたいというか、まあ、それを超えたいというかね、うんうん、そういう思いはやっぱり、うん、強くあるものですから、うん、まあ、それをやってきたということですね。もうその時代精神というと、まあ、今の現代の日本を考えて、まあ、芸術もそうだし社会や政治家や政治や経済や考えるとどうですかね、どういう時代ですか、今の時代の見えないんですけど、自分の時代ね、そうですね、うん、私もわからないですね、今の時代がどういうのかわからないけど、あんまりつまんない時代だと思いますね。ああ、そうですね、それは面白いんですね、うん、僕はもう20年日本にいるので、うん、もうだいぶ変わったなと思うんですよ、うん、もう20年で、で、まあ、1980年の終わりぐらいはまだバブル中で、うん、六本木が盛り上がっている時代 で、はい、でアメリカのものがすごく多くて、でヨーロッパの人が来て感じるのはそれ非常に違和感を感じるんですね、うん、でもそこから今20年でそこら辺が消えつつある気がしますけどね、うん、でその日本という国ってどういうものなのかを、まあ、どんどんもう、うん、戻ってきてるのか何なのか分からないけど、うん、僕は、ね、今日本はアートの世界に関してもそうだし、経済的にも政治的にも社会構成的にも面白い立場だと僕は思うんですけど、私はあんまり期待してないと思います。なんか時代精神がますますどうも悪い方向に行ってんじゃないかという、はい、気がして、これから先もあんまりどうも期待が持てないんじゃないかなという感じがしてるんですね。
私なんか一生懸命それに抗って抵抗してですね、はい、何かやろうと してますけど、まあ人のことはどうでもいいんで、まあ、自分だけ一生懸命やろうということなんですけども、はい、日本的なその、その美というか、うん、そういうものをその何か少しこう持ちながら何かやるというならいいと思うんですけども、うんうん、先ほどの中国人の政治家はみんな詩人だという話をおっしゃっていて、はい、あのなるほどなと思ってたんですけど、まあ、日本の政治家あるいは企業のトップの方々あるいはまあとにかくこの国をリードしている人物たちがどうですか、あの芸術自分の関心を持ってるんですかね。非常に少ないと思いますね。政治家にたちはほとんどいないんじゃないかと思います。まあ、経済人でも本当にあの詩人である人なんてほとんどいないんじゃないですかね。そう感じますね。でやっぱり私はその、あの政治家に限らずその企業の経営者のトップに立つ人はやっぱり詩人であってほしいなって私は思うんですね、はいはい、というのはやっぱりロマンが必要だから、特に政治のリーダーはやっぱりロマンのない政治家なんで、これはもうまるっきり失格だと思いますね、うん、だからあの企業の社長もそうだと思いますけども、うん、それがない人ばっかりなんですね、本当に、はい、うん、なんでそうなってしまったんですかね。やっぱり教育だと思いますね。教育、私も感じるんですけどね、もうあの芸術は数字で測れないじゃないですか、うん、あの何度だとか何パーセントだとかというふうには測れないものを感じるしかない、うん、あの物差しは作りにくいと思うんですけど、うん、どうもね、あの特に日本だけじゃないと思うんですけど、日本はあの物差しがないとなかなか認めてくれないというか評価されない、教育システムもそうだなというふうに感じるんですけど、それはどうすればいいんですかね。やっぱり子どもの頃から昔の教育にやっぱり戻すことが一番大事なんだと思いますね、うん、だからそれはあの、まあ、明治昭和の初めぐらいまでの人たちは、まあ、夏目漱石でも、まあ、森鴎外でも何もみんなそうですけど、松岡子規でもみんなそういう教育を受けてたんですね、うん、それはもう江戸時代もずっと通してそういう時代だったわけですけども、やっぱりその、基本的なその道徳的な規範というものを、うん、まあ、例えば仁義礼智信とかですね、うん、まあ、私の子供の頃はそういうわけ言われたような、そういったことを、まあ、例えば論語でも何でもそうですけど、そういうものを通して、うん、やっぱり親から教えられてくる、まあ、当たり前なことなんですけど、うん、そういうことを教えられ、あるいは基礎的なそのなんていうのか、その、まあ、例えば古今集とかですね、うん、まあ、そういうものに、ああいう歌の中に非常に感性を磨く要素が含まれていますから、うん、そういったことを教えられ、まあ、歴史を教えられ、本当にごく基本的なそういったことをやっぱりきちんと教えられてきたってことじゃないんでしょうね。おそらくイギリスなんかはそういうことをきちんとね、うん、あのかなりまだ今でも、いやでもどうですかね、あの減ってると思いますけどね。あの僕らの時代よりも、うん、日本と似たような、うん、やっぱりあの計算できるもの、うん、測れるもの測れないものがすごく増えたと思うんですけどね、うん、非常に残念だと思うんですけど、今もその私はねこの間大友さんに「もつるよ」っていうね、こういう言葉をちょっと書を書いてお渡ししたんですけども、はい、それはつまり何でもその量で測るっていう時代ですね今ね、はいはい、何でもお金がたくさんあればいい、いくら稼いだか、うん、何人人が入ったか、はい、全部それもが基準になってるんですね、うん、でそのもつ量って言葉はどういう言葉かっていうと、うん、あの昔あの蓮如上人というお坊さん、偉いお坊さんがいました、うん、そのお坊さんのところにですね道宗という、若い弟子が来てですね、うん、あの若い男が来て
ぜひレンガさん、あなたのお弟子にしてください、うん、と言ったら、レンガさんがお前それじゃあすぐね、これから琵琶湖に行って琵琶湖の水を全部かき出してこいと、そしたらその、道州という男が、あ、じゃあ行ってきますって、そこにあった柄杓を持ってですね、琵琶湖に向かって駆け出していくんですね、はい、それでそれを見たそのレンガさんは、よしお前なかなか見込みがあった、それは弟子にしてやろうと、はあ、つまり何でもその柄杓持って琵琶湖に行ってそのまま駆け出せっこないんだけど、はい、だけどそんなことは無視して、うん、つまりその、はい、寮のことは無視して、うんうん、彼は駆け出していった、はい、そのことがね、私は非常に大事なことだと思うんです。何でも今の時代その寮で測るっていう人がいますね。いい話ですね